ヤワタ山城は、滋賀県大見八幡宿内町周辺に存在した、日本の城。橋場秀治の居城として知られる。別名大見八幡城とも呼ばれている。大見八幡駅より北西へ、約2 5トルにある、独立級角翼山、通称ヤワタ山の南半分山上に築城された、急峻な山城である。現在のヤワタ山は独立級となっているが、 水木当時は東西に内湖があり、南の平野部に城下町を廃した構造は、安土城と類似したしめじに築城している。城下町は安土城下町を移住させて形成された。かつての城下町の一部は日村や八幡宮境内地、八幡堀と共に、大見八幡市八幡伝統的建造物群、保存地区の名称で重要伝統的建造物群。 保存地区として選定されている。ヤワタは、琵琶湖の水を引いて作られた堀で、戦闘の用をなすだけでなく運河の役割も果たしていた。1970年代には埋め立てて、公園と駐車場にする計画が立てられたが、蘇る大見八幡の会、ヤワタを守る会などの住民運動によって、蘇り、時代劇の撮影に使われるなど、名所の一つとなっている。 2017年4月6日、俗に本百名城に選定された。豊臣秀地蔵、随戦寺蔵県丸河原、大見八幡市立図書館、所蔵1582年の本能寺の変と山崎の戦いのしばらく後に怪人に返した、安土城は、清洲会議を経て三宝士を城主に、織田信夫を後見人として再考することとなった。しかし、 翌1583年の静ヶ岳の戦い以降、成城が豊臣秀吉の天下へ移行する中で、1585年の奇襲攻め、四国征伐で、副昇格で先陣に入り、武勲を立てた豊臣秀次は8月23日の論功交渉で、大海八万四十三万国を与えられると、安土城の隣地に、八幡山城を築き、安土城の建物や、 城下町を移築することにした。豊臣秀吉は、山田山次郎、安土城に代わる大見国の国城として、豊臣秀吉自身が、不審の指揮を取り、山頂の城郭と麓にある館、そして安土城から移築した城下町の造営に力を注いだ。しかし、山田山は、安土山と違い険しい山で、山の斜面を十分活用できず麓の館が城の、 中心となった。豊臣秀吉の八万三追記の狙いは、豊臣秀治の宿老に、田中義政を廃し、水口岡山城に、中村和氏、長浜城に、山内和豊、沢山城に、堀尾義春、竹ヶ花城に、一柳次か松を廃して、大見国を軍事的、経済的要衝として万全な体制にすることに、あった。 豊臣秀治は18歳で入場したが、1590年に、終わり国清洲城へ違法。代わって、京国工事が2万8000国で入場したが、1595年、秀治事件で、橋場秀治は、切腹、樹落大と、同時期、追記から10年で八幡山城は、廃城となり、京国工事は、大津城へ移った。本丸後には、秀治の母、 豊臣秀吉の姉の秘衆にが、会期の村雲門関随流寺が1963年に移転されている。八幡山城と、周辺地域の空中写真、国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成上跡は大きく分けて二つから成り立っている。一つは、山頂部の山城と、 日本の尾根に挟まれた谷筋の空間に館を配置する。このように防衛空間としての山城部分と居住空間の館を分離する構造は戦国期の城郭に数多く見られるが金星城郭では珍しく時代に逆行した二次元分離形態をとっている。これは追記事が小牧・長く手の戦いの翌年で しかも徳川家康との交愛前の段階となっており、東国に対して臨戦体制の緊張下にあり、防衛戦として、八幡田山城が機能したことに起因する。1967年に山頂の本丸から山麓の巨漢部分に集中豪雨によって大規模な土砂崩れが発生している。大江八幡市では、 土砂工事に対応し、史跡指定も視野に入れた以降の残存状態の確認のため発掘調査が行われている。食い違い故郷の例外、マス型故郷の例、山城部分は総石垣造りで、本丸、二の丸、北の丸、西の丸、出丸が Y 字型に伸びる放射状に配置され、それぞれに高い石垣で構築されている。1963年に京都より移築された、 水流寺の門が、八幡山城の本丸古行となっている。また、水流寺の移築に伴い事前の発掘調査が行われ、建物礎石、鬼板、軒丸瓦などの多くの遺物が検出された。また、礎石の中には、五輪塔や宝鏡院塔、総塔などの流用礎石を用いたものがあり、石垣の中にも含まれていることから、短期間で築城を目指したと考えられている。 本丸と西の丸に接する西北宮に15メートル四方の天守台があり、天守がそびえていたと推定されている。本丸の西側の2箇所は1953年の台風13号の影響で石垣が崩壊してしまい、現在はコンクリートで固められている。この部分は西の丸方向に渦見門があり、通称弁慶橋と言われている渦見門の上を架かる。 矢倉の土台石があったと言われているが、これらも崩壊し全く後をとどめていない。本丸のここは、方形の空間を儲け右に折れ打ち、マス型となっている。本丸ここより90度曲がり、そこから折り二の丸に至り、さらに90度に曲がると二の丸と平古行に至っている。この平古行から本丸に向かう動線には、横屋がかかる仕掛けとなっており、 鉄砲や弓矢が打てるようになり、防御性を高めている。二の丸には、八幡山ロープウェイの八幡城市駅があり、展望館も建設されている。各車の石垣の隅部分は、産業済みになっており、加工された石材が使われている。隅部分の石垣以外はあらわり、しかし全石が積まれており、本丸の石垣は、比較的大きめの石材を使用している。 石垣の傾斜も直線的で積まれ反りが見られない。本丸を取り巻くように帯車があり、これは本丸を通らず各く車を往来できるバイパスの機能を兼ねている。西の丸、北の丸の地表面には建物礎石跡が露出しており、この車にも何らかの建物が建っていたと思われている。山城の大手は不明だが、二の丸にあるロープウェイ。 ヤワタ城市駅付近の石垣が大きく崩れており、この付近に存在していた可能性が指摘されている。この城の石垣は、岩倉石膏文章によると、南方約4キロメートルの地にある、岩倉山より石材を運んだという記載がある。ヤワタ山城の特徴として、山城部分とは別に築かれた、南山牧の巨漢部分である。八形の中央部分、 標高約130メートルの地点より、ひな壇上に車が配されており、最上部に位置するのが、秀で巨壇跡で、巨大な内間姿の食い違い故郷があり、その西側には2段、東側には4段の高石垣を構えている。秀で巨壇跡の石垣も隅部分は、三儀積みで積まれており、直接的に傾斜する。この部分の突き石は、部分的ではあるが、 鏡沈みで八幡山城の石垣石材の中で非常に大きな石が使われており、権威の象徴的に使用されている。八幡ぐるの平坦地は東西300メートル南北100メートル余りの大平坦地となっており、山斜面を切り土と森土から造成されていることが発掘調査から判明した。下部のカシニア式グルわは誰が今日構えていたかは、 資料が残っていないため判明しておらず、また、金星の改変を受けている部分もある。館桑には、大型の祖先建物跡と考えられる、祖先列、それに伴う溝、建物に吹かれていた金箔瓦が出土しており、柱間が約2メートルになるもので、ここには、書院作りの御殿が立っていたと推定されている。また館には一直線に伸びる、 大手道があり、安土城の2倍に達する約270メートルの距離がある。山城部分と巨漢部分は共に、総石垣作り、祖先立ち建物、瓦原吹き建物など、近世的な構造を持っている。しかし、縄張り構造や石垣技法から、山城の方が、やや新しいとの指摘がある。上上のや、や石垣は、 天正期の他の食方形城角に見られず、文禄、慶長の役の和城やその後の国内城角に多く見られる手法である。このことから、山城部分は、教国段階に改修された可能性が考えられるとしており、山城部分は、和城城角の特徴と類似点があり、教国工事の改修が考えられるとしている。城下町は、 安土城の城下町の町民を移して、町づくりをはじめ、近隣の町村からも移住を流した。町並みは、横筋4通り、縦筋12通りを中心に、5番目城に作った。他の城下町は町筋をジグザグにし、防備能力を高めるのに対して、八万山城下町は、商業振興第一主義に切り替えた、平和的な政策であったと考えられている。 東から二筋を大工町、鍛冶屋町、畳屋町、鉄砲町などの職人の居住区で締め、三筋目から、西へ十筋を、中屋町筋、ため心町筋、魚屋町筋、新町筋、小幡町などの商人とした。これら町名も安土城下町との共通町名が多い。またこれも安土城同様中世の特権商人、組織であった。ザ 死を外し八万落死落座とした。これは、橋場秀治が築城した翌年天正14年6月に、起き手書を発布した。八万落死落座令は、十三条からの条文で、成り立っており、安土学死落座令と告示している。両条文は、細かな違いはあるが、それは、歴史的条件の違い、織田信長と、橋場秀治の権力の違いによると考えられている。 後日この地より、大見商人が出て全国に発展することになり、この時の八万落白座令が基礎を築いた。八幡堀は、琵琶湖から引いた八幡町の外に巡らし、八幡山のふもとを八幡堀と類で囲み、その中に、橋場秀次巨館や武家屋敷を廃し、防御と同時に運河として重視した。長さ6キロメートルに及ぶ八和堀は、廃城後も、明治時代、 大正時代まで商工業の動脈として役割を果たしていた。掘り幅11から18メートル、深さ1.4メートルの規模を持っている。琵琶湖から直接船入りできるようにし、橋場秀次時代には往来する船は8万に立ち寄らなければならない決まりを出した。八幡浦は海鮮業を営むことができる親浦の一つで、琵琶湖では他に大津浦と 県田浦の参加所だけであった。物流の拠点の一つであったが、北前船の開設により急速に減退していった。ありがとうございます。